赤星赤崎せよ赤星はしゃしてはいバッキーということでね、背徳のニンニク、豚醤油、汁なし麺ということで、三洋食品から出ている、汁なしカップ麺を食べております。反逆のルルーシみたいですアニメのね、そうでもないか、そうでもないわ、まあ、変わったね、名前がやっぱりまあちょっとインパクトがある、三洋食品さんといえばですね、札幌一番やカップスターなどを出してる、あの会社さんで、そこから出たという汁なし麺でございますね。作ってきます。今回使うのはこれだけです。はい、顔よ私が食べるということで、ニンニク入れますかというより、ニンニク入れてますそうなんですよ、もうデフォで入っちゃってますんで、ただ商標的な感じもあるのかな。ニンニク入れてます。あ、なるほどね、もう使ってる多分ね。中は特製スープとタレが入ってて、火薬はもう初めから入ってるタイプですね。あ、はい、はい、で、お湯は5分待ちますね、やっぱ太麺だと5分待ちがちですね。間違ってます、間違ちです、間違って、ガスバス爆発みたいな、間違ってたですね、バス爆発あ、バスバスバス、まあ、はい、特製調味だれ、しょっぱレベル確認、どういきなり5です。それすごいわ、5ね、現役中の現役だもんすごかったっすよ、これは。このね、タレの中にこう醤油じゃなくてね、あの液体油もすっごい入ってるんで、で、特製スープの方も粉末で入ってますが、こちらも試しますね、ちょっとこう出して、はあ、こちらはこれ 2.5 なんですね。そうだな、 2.5 です。どっちかっていうと旨味配合の方が、もう飲んだ後だからじゃないのえ、先こっちやってたら違ったかな。あ、なるほど、まあ、そういう見方もありつつ麺をすくっていく、このような形でございますね。着丼してすぐ食べる、今回はすぐ食べますね。香り、これがすごいニンニクなんだね、ものすごいです。これニャンコも寄ってこない、後ろにいますちゃんと。カットタワーで、そうなんです、お利口にしておりますね。特製タレ、油も入ってますね。麺がすんごいコテコテするんですね。コテコテってあんまり聞かない、オイリーな麺で、芸風とかでしか使わないですいやいや、こってりこってりということでね、関西弁当する、ね、言語とか。これなんか黒胡椒とね、あの粉末スープの旨味がこのボソボソ麺をすごい引き立ててくれるんですね。よいしょいー今回は、いや早いな、別のですどんどんいきます。プリングルスのチーズというのを今回買ってね、グリーン景色の、グリーン景色のやつをね、これ砕いて砕いて砕いてですね、これをちょっとパラパラパラとこうかけていくんですね。新男性感がすごい工夫がね、味濃いものをすぐ食ってる、ね、新男性だな、おっと、うちらも出ちゃった、猫も飼ってるしねさあ、このお味がですね、まあ、もちろんのパリパリ食感なんですけども、これね、ね、4種類、あ、3種類だから4種類のチーズ入ってるんですよ。うん、で、その濃厚チーズの旨味が押し寄せてくる、波みたいなのを押し寄せてくる、めちゃめちゃ美味しかったんで、ね、ここにおろしニンニクを入れていきますね。これおさらいしますとね、チューブ系ニンニクとしか一番すごい塩気なんでね、そうなの、いや、すごいと思いますよ。そうなんだ、ハウス食品とかよりも全然強いですこちら、まあ、強烈チーズ、強烈ニンニク、これがまたやみつきでうまかったね。深夜に食べたらもう本当の背徳感だよねこれね。ですね、これ追加ニンニクしなくても、あのデボニンニクすごい強いんでね、あのニンニクに耐性なしで気をつけてくださいね。ニンニク入れますって書いてますからね、まあ入ってますからね、火薬はキャベツ、肉そぼろ、フライドガーリックなどで、総合カロリーは752キロカロリー。フライドガーリックも入ってますね。そうなんです、確かにね、はい、珍しいね。ということでいっぱい食べちゃったんで、今回は低糖質調整豆乳で調整します。これチャラだ、チャラなんです、ね、その通り。自家かいこれあんまいかないでしょ豆乳自家そうですか、うん、サポニンをやっぱダイレクト摂取したかったんで、これでカロリーはまたゼロになっちゃった、チャラチャラよかったごっつぁんでーす。ねえ、さっと食べちゃいましたけども、いやー、ちこかった、ありがとうございます。さあ、こんな感じで、まあ、野菜量15にしますけども味噌汁は47.2、やる必要あんのかこれね、やっぱりね、独自の儲けた方がいい、カップ麺はカップ麺基準、野菜でだいぶ引き下がっちゃって、お店と比べてそりゃそうだよ、47.2ということで、だカップ麺としてはすごい高いですよ、そうなの。じゃあ、背徳のニンニク、あと、家にはもう一つね、ずっと置いてあるね、ここにあるんだけど、ずっと置いてますねこれ、野郎ラーメンのカップ麺がずっと置いてあるんだけどねそろそろ食べようかな、激推しレビューしますんで本当に近くはあるんですね、遅いですこれ確実に、この商品でも遅いよこれ、8月に出たからこれ、まあ言ってね、この前解禁されたそのルールがひょいひょい使えるわけじゃないんで、
おうち麺も組み合わせて県外に行けるとかね。そう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 、貸し切りとかがまだまだ甘くはなってないんでね、うん、挟んでいきますんで。まあ、見つけたらこれセブンイレブンですぐ売り切れてたんでラッキーだと思ってすぐ買ってください。こちらの配達のニンニクはね、はいはいはい、分かったかな。はい、分かりました。分かり、はい、ごっつぁんです。Thank you.